こんにちは、猪苗代町県民リポーターの岩井翔一郎です。今日は磐梯山の猪苗代登山口に来ています。この時期にだけ見られる猪苗代町の素敵な風景をご紹介したいと思います。ちょっと急な斜面もありますが、頑張って登っていきたいと思います。皆さんにお見せしたい猪苗代の風景はこちらです。こちら猪苗代湖が一面に広がっているように見えるんですけれども、よく見てください。手前側は猪苗代の田んぼの水なんです。田んぼに水が張られた時、磐梯山からは猪苗代湖がこのように大きくなったように見えるんです。これが今の時期だけの猪苗代の素敵な風景なんです。5月28日には磐梯山山開きが行われます。この時期ならではの猪苗代の風景を見に、ぜひ皆さんで遊びにお越しください。